せーの、リトルグリーンモンスターです。自分が今まで練習してきたこととか、いろんな人に支えてもらったってことを踏まえた上で最終審査ライブに挑んで、こういう嬉しい結果にを伝えてくださったっていうか、そのリトグリに選ばれたっていう事実がすごくなんか嬉しいなって思って、これから その第2章、リトグリ第2章の中の一員としてふさわしい人にもっとなれるように努力を怠らず頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。そうですね、びっくりしました。もちろん選ばれるために頑張ってきてはいたけど、でもなんか本当にみんな上手な人ばっかりやったからこそ、自分にもこう自信がなくなってきてたりした中で選ばれてびっくりしたし、今はちょっと頭がもう今ごちゃごちゃっていうか、いろんなこと考えてすごいまだ整理がついてないですけど、でもここから私はリトグリとして絶対にいてよかったと思ってもらえるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。本当にすごい気持ちが伝わったのかなって思って、すごく嬉しいですし、すごい、いつも、まあ、やっぱポジティブだったんですけど、やっぱ本当は不安なこともいっぱいあったので、自信もちょっとなくなったりとか時々あったんですけど、結果がこんな本当に素晴らしい結果になって本当に心から嬉しいですし、改めて今日からリトグリモンスターリトグリモンスターとして頑張ろうっていう気持ちです。モンスター審査が進むにつれて、こう結構自分がリトグリに近づいてる、実感が湧いてきたっていう、ワクワクする感情がどんどん増えて言ってたなって、そういえば今振り返って思って、その念願のリトグリに入ったっていう事実がもう本当ですかみたいな、もうちょっとまだ信じられないんですけど、そうですね、頑張ってよかったなって思いました。ありがとうございます。最初の時の気持ちとはもう明らかに違う気持ちで、今日を迎えたことをすごい実感しています。リトグリってものを知らなかったことだったりを知ることが、なんかこのオーディションっていうのももちろんあるんですけど、そうじゃなくて人間としてアーティストとしてなんか心震わされるものがたくさん見つかったというか、いっぱい刺激をくれた3ヶ月、4ヶ月でした。ありがとうございました。ですね、全然レッスンとかそういう経験がなくて、自分が入ったらなんかついていけるのかなとかそういう不安もあったんですけど、このオーディションをこうやって進んでいくにつれ、その自分がなんかすごいびっくりするぐらいダンスもその成長していく姿を見て、あ、リトグリなれるぞっていうなんか自信も湧いてきたので、はいって感じです。この、はい、そうですね、さっきも言った通り、そのたくさんの人を笑顔にしたり元気にさせる、その歌手になりたいっていうのはもう本当に小さい頃からの夢なので、そうですね、もうちょっとそうです、いろんなとこでライブとかもっと経験を積んで新しい自分をもっともっと見ていきたいっていう感じです。私もこうファンの皆さんとかこの世界中
の人をの生活のためになるっていうか、生活の一部でもいいし9割でも10割でもいいんですけどそのなんだろうな、生活の中に入れるようなグループ、今までもそうだったしこれからもそういうグループとしてありたいなって思うので、そのためにはまず自分の実力をつけることから始めるべきだなって今思ってて、実力をつけつつその届けたいっていう気持ちは持ち続けて、何かあったら先輩を頼って一緒に新しいリトグリを作っていきたいなと思います。よろしくお願いします。リトグリの皆さん、ここまで積み上げてきた、作り上げてきたものを私たちが本当にもっともっと大きく、もっと高いところに連れていけるように、リトグリの皆さんだからできる大きな舞台とかに、私たちもリトグリとしてこれから立っていくっていう、そこに対する不安も本当に全然なくなっていくように、高井ちゃんも言ってたけど、やっぱり実力もまだまだもっともっと上げていきたいと思ってるので、自分なりにリトグリに、新しいリトグリになれたらいいなと思います。そうですね、こうして新しいメンバーが3人入ってきてくれたので、私たちももう一回一からの気持ちで、もっと作り上げていかないとなって、前に、もっともっと今まで以上に加速して進んでいきたいなって、ね、エンジン全開でいきたいなって思いました、そうですね。でもまたアカペラをしたいってずっと思ってたので、アカペラをたくさんしたいし、この新しいジョログリーモンスターでこう曲が流れた時に、あ、この曲知ってるって思ってもらえる曲をこの6人で作りたいなっていうふうに思います。そうですね、でも本当にあの3人とも言ってたけど、なんかみんな、なんだろうな、私たちもみんなにこう教えれることは全力で全部あの教えたいなっていうふうに思うので、なんか一緒に成長していきたいなっていうふうに思いますし、やっぱりなんだろうな、新しいリトグリにはなるからには新しいファンの人もたくさんつけたいし、みんなに応援してもらえるようなリトグリになっていきたいなっていうふうに思います。